ごきげんよう。心してモチベーションアップ講演家の宮崎豊です。今日は2024年8月の17日土曜日です。先ほどですね、いやー、やりましたね。カープ出身鈴木誠也、カブスに今映っておりますがね、今日なんとカブス対ブルージェイズの対戦がありました。なんとカブス勝ってたんですがね、9回までね、9回に、同点3点いられました。同点に落ち着いて5対5延長戦になりましたね。カブスね、なかなか3連敗しておりましてね、なかなかしんどいところではありましたね。そしてなんとこの10回でノーアウト1塁2塁で登場したのが鈴木誠也、元カープの選手ですね。カープで大活躍でしたね。それでカブスに移りまして、なんと10回延長になったところで鈴木誠也、やっぱりいいところに出てきますね。やりになる選手であります。そしてなんと2ストライク2ボール、まあその5打席目でしたからね、4打席目までは今日はヒットが出なくてね、ちょっと調子が悪い。そしてカウントも2-2、その2ストライク取られる時はちょっと空振りかなんかしてね、ちょっと調子が悪いかなと思っておりましたけども、なんとその2ストライク2ボールから次のカーンって三遊間、目の覚めるようなタッと一直線抜いていきましたね。いやー、これがなんと鈴木誠也自身メジャー初のサヨナラタイムリーか。いやー、鈴木誠也やりましたね。やっぱりメジャーでサヨナラタイムリーは初ですからね、これは良かったです。そしてこのサヨナラヒットで、ブルージェイズとの3連戦目のですね、初戦を飾った、これは大きいですね。上にドジャースがいますがこれに迫ってますからね。もちろんドジャース、大谷選手も頑張ってますが、鈴木誠也もですね頑張ってましたね。いやー、そしてこれがヒロインタビューというのがね、この後ありました。そして、鈴木選手がね、まあファンへの勝利届けられて最高ですって、最高というね、これ聞きたかったですよね。もっとこの最高って雄たけびが出てほしいぐらいのこの興奮状態でもありました。そしてもうユニフォームを剥ぎ取られましてね、もう選手が、まあ、寄ってきてね、大歓迎してユニフォームを剥ぎ取られました。そしてなんとインタビューした、その時水でガワッと上からもう水をぶっかけられましたね。でもそれほど地元ですね、カブスの地元でしたから、ファンはものすごい興奮しておりました。もう鈴木選手も興奮、そしてなんといってもメジャー初となるサヨナラタイムリー、これは気分がいいですね。いよいよこれで鈴木選手も乗ってですね、カブスも乗ってですね、この優勝戦線がもっと熱くなりますね。そして鈴木誠也にはもっと最高です、最高です、最高です、連覇するのをね、今から期待しております。いやー、よかったですね、最高。鈴木誠也自身メジャーサヨナラタイムリー、ギョギョギョ。